名曲、長曹操や近年は台湾や中国公演などアジアでの人気も高まっている歌手の夏川りみさん。2021年3月にはカバーアルバムを発売し話題です。その夏川りみさんの昔、若い頃を今現在までの経歴や、結婚、夫、旦那、子供について、現在の活動についてなど、気になったので調べてみました。夏川りみさんのプロフィール。名前、夏川りみ、夏川りみ。本名、玉城りみ、玉城りみ。旧姓、金久、金久。旧芸名、星みさと、星みさと。出身地、沖縄県石垣市。生年月日、1973年10月10日。年齢、47歳、執筆時。血液型、B 型。職業、歌手、担当楽器、ボーカル、三振。所属、ビクターミュージックアーツ。趣味、香水集め。好きな言葉、感謝の気持ちを忘れずに。経歴、夏川りみさんは、1973年10月10日、沖縄県石垣市に生まれます。幼い頃から歌うことが好きで、将来は歌手になることを夢見ていました。小学校2年生、中学1年生まで父親の指導で特大歌詞カードを貼って感情の込め方などを毎日2時間練習していました。9歳の時に石垣ケーブルテレビ主催第1回ちびっこのど自慢大会で優勝したのを皮切りに、全国各地の大会で賞を総なめにするようになります。1984年には素人名人ちびっこ大会で優勝します。1986年、中学1年生の時に第10回長崎歌謡祭に出場し、史上最年少でグランプリを獲得。レコード会社からスカウトされて上京し、田辺エージェンシーに所属します。杉並区立阿佐ヶ谷中学校に転入し、その後堀越高等学校に入学します。演歌歌手としてデビュー。1989年にポニーキャニオンから、星みさと、星みさと、の名で演歌歌手としてデビュー、しほりを発売します。クラシック音楽での声楽家、演歌歌手として活躍した藤山一郎からは、40年に一人出るか出ないかの歌手、と称えられましたが、ヒットに恵まれませんでした。1993年には第3回 NHK 新人歌謡コンテストに出場し、カップリング曲を予選で使い、港五条を決勝用に残す作戦出たが予選で敗退します。1996年に引退、沖縄県那覇市の姉のもとに移住します。姉の飲食店を手伝いながら歌っていると、彼女の歌を目当てに店を訪れる客も増えたといいます。1998年には琉球放送のラジオ番組、ガンちゃんのビタミンラジオ、日本名の金久、金久、りみの名前でアシスタントとして出演しました。再デビュー、1999年5月21日、25歳の時、夏川りみ、としてデビューします。ポニーキャニオン時代のディレクター、三井武夫、三井健生さんが彼女のために音楽事務所を立ち上げ、東京に呼び寄せられ、1999年に、夕映えに揺れて、で再デビューしました。以後もしばらくヒット曲に恵まれませんでしたが、2001年に発売した、長曹操がじわじわヒットし、116週連続チャートインして一躍有名になります。2002年に第44回日本レコード大賞で金賞を受賞。第53回 NHK 紅白歌合戦にも同曲で初出場を果たします。この時、同曲の提供者でもある同郷のビギンも同時に初出場を果たします。2003年、わらべ神で第45回日本レコード大賞金賞受賞。2004年、かなよかなよ、で第46回日本レコード大賞最優秀歌唱賞受賞。2006年、デビッド・フォスターのプロデュースによる、アンドレア・ボチェティのアルバム、アモーレに参加し、ソモスノビオス愛の夢をスペイン語でデュエット。
2005年には、テレビアニメ、ドラえもんも26年ぶりに変更されたオープニングテーマ曲、ハグしちゃおを発表。同年10月には、オーロラ基金主催のベネフィットコンサートで、初の海外公演を行いました。2007年1月14日、所属事務所の三井エージェンシーとの所属契約満了をもってフリーとなります。同年2月からはステージ活動を休止、4月からはすべての活動を停止しますが、2007年5月13日には活動を再開します。2013年、セルジオ・メンデスのアルバム、ランデブーに参加。2015年11月、台湾、桃園市と台南市でコンサートを開催し、約5000人を動員します。2017年4月、初のシンガポールコンサートを開催。2018年11月、初の南米ツアー、ブラジル 2days、ペルー、公演を開催。3日間で5000名を動員します。2019年3月、初ベトナム、ハノイでソロコンサート開催。2019年9月よりデビュー20周年ツアーを全国26カ所で開催。2019年10月、初の中国大陸ツアー開催、北京、広州、南京、上海、2019年4月。2019年12月、自身の5年ぶりとなるオリジナルアルバム、チュラサアイサが日本レコード大賞の優秀アルバム受賞。長曹操、長曹操、長曹操は、作詞、森山良子、作曲、ビギンによる楽曲です。森山良子さんがライブで共演したビギンと意気投合して、沖縄の曲を依頼しました。ビギン、ビギンは、1988年に沖縄県石垣島出身の3人で結成されたアコースティックバンドです。バンド結成直後に出場した TBS 系オーディション番組、三宅裕司のイカスバンド天国、イカ天で、2代目イカ天キングとなります。1990年にプロデビュー、長曹操のほか、シマンチュヌ宝など多くのヒット曲を世に送り出しています。ビギンから送られたデモテープのタイトルに書いてあった、長曹操の意味は、沖縄の言葉で、涙がポロポロこぼれる様子、であり、森山良子さんが二人だけの年子の兄弟で、創生した兄への思いを歌詞に込めたものです。1998年に森山良子のアルバム、Time is Lonely に収録されました。2000年には、ビギンの18枚目のシングルとして発売されます。夏川りみさんが、長曹操を歌い始めたのは、沖縄サミットの関連イベントで、同郷のビギンがこの曲を演奏しているのを偶然テレビで見たことがきっかけだったそうです。夏川りみさんは、ビギンとは同郷で昔からの知り合いだったそうです。夏川りみさんの姉とビギンのメンバーが同級生という間柄でもあるそうです。長曹操に魅了された夏川りみさんが、自分で歌いたいと思い、ビギンに直接会って、歌わせてほしいと申し出ます。はじめビギンから別の曲の提供を提案されますが、夏川りみさんが、長曹操を諦めきれず懇願し、カバーへの同意を取り付けたのだそうです。2001年には、夏川りみさんのカバーがリリースされ、沖縄県の大手 CD ショップの売上ランキングでは、発売1週目にしてビーズのウルトラソウルに次ぐ2位を記録。2001年、沖縄のラジオ3局で年間チャート1位となります。全国に知られるようになるまでには時間がかかったものの、2002年から3年余りにわたってヒットし続け、累計売上は120万枚を突破します。次ページ、夏川りみさんの結婚、夫、子供は、&現在の活動についても。結婚、旦那、子供は、夏川りみさんの夫は、パーカッション奏者チューブのサポートメンバーとして知られる玉木正明、玉木正明さんです。玉木正明さんは、1967年6月7日生まれ、東京都出身の現在53歳です。
幼少の頃から兄の影響で、オルガンマリンバ教室に通い、12歳の頃初めてドラムセットを叩き、打楽器に興味を持ち始めます。高校を卒業後、パーカショニスト、山口智史と出会い、一番弟子となりアシスタントをする傍ら、1987年、速水優のパーカショニストでツアーメンバーとなりプロ活動を始めます。以後、多くのアーティストのライブツアー、レコーディングなどに参加しています。夏川りみさんは、2010年8月20日、第一子となる男児を出産。2019年6月のラジオ出演の際、息子が小学校3年生になって、ロックバンドのキスやマイケル・ジャクソンが好きだということを話しています。ドラムが好きで、キスはドラムを叩いていて、マイケル・ジャクソンの曲で踊って、動画を見て自分なりに研究しているみたい、と息子の様子を話していました。いつの日か親子でセッションできたら楽しいだろうなって思います、と話していました。2021年3月、徹子の部屋に、夫婦で出演しています。結婚12年目で、トーク初共演だったそうです。夫との出会いは、夏川りみさんのライブのサポートメンバー、ドラムを担当していた時だったそうです。結婚式は石垣島で行ったそうです。はじめのプロポーズは、旦那様からメールで結婚しようと送られてきて、夏川りみさんがすぐに、いいよ、と返信したそうです。その後、玉木正明さんが改めて結婚の申し込みをしたそうです。ツアーの途中で、石垣島の夏川りみさんの実家に結婚の挨拶に行き、その後、島中の人たちからお祝いの挨拶があり、夏川りみさんの母が経営するスナックにみんなが集まり、お祝いの宴があったそうです。黒柳徹子さんに、夫婦円満の秘訣を聞かれ、夏川りみさんは、夫の玉木正明さんが優しいこと、家事などをすべてやってくれることを感謝していました。玉木正明さん自身は、一人暮らしが長かったことと、料理が好きなので家事は苦にならないことを話していました。息子は10歳で4年生、名前は、ミライ、というそうです。ギターやドラムをやっていて、将来はドラマーになりたいと言っているそうです。現在、夏川りみさんは、2019年5月21日にデビュー20周年を迎えています。2021年3月3日には、8曲入りカバーアルバム、あかりをリリースしています。カバーアルバムとしては、2010年に発売した、歌探しいアジアの風、以来11年ぶりとのことです。今回のアルバムは、家族を軸にした作品で、親から子、子から親、これから家族になる君へ、そして家族との別れなど、それぞれの人生にスポットを当てて、夏川りみさんが表現しています。タイトルの、明かりは、一つ屋根の下に集う家族を照らす明かりであるのと同時に、こういった状況下の中でも、歌で気持ちを温め、寄り添うことができればという思いも込められ名付けられました。歌の歌では、夫の玉木正明さんがパーカッションを、息子さんがドラム演奏を担当しています。アルバム発売とともに、コンサートツアーの開催が発表され、3月から全国の会場で開催が予定されています。デビュー20周年を迎えて、アルバム発売やライブ公演など精力的に活動をしている夏川りみさん、将来は親子共演も見られるのでしょうか。今後の活躍もとても楽しみです。以上、夏川りみさんについて、でした。